はい、それでは、登壇者の方はみんな揃ってますね。はい、それでは2時半になりましたので、始めたいと思います。画面はちゃんと表示できてますでしょうか。誰でも良いので、反応をくれると嬉しいです。はい、はい、では、えーと、2時半になりましたので、始めたいと思います。 ではいえー、今回は LINE で活躍する U30 エンジニアのキャリア論のセッションにご参加いただきありがとうございます。でこちらのセッションでは、えー、LINE で働く U30 のエンジニアが LINE を含めて今までどういうキャリアをどのように選択して30代やその先を見据えて今後どのようなことにチャレンジしていくのかなど、えー、と20代のキャリアの考え方について失業と交えながら語り合うセッションになります。 えっと、私はベルダ室インフラエンジニアの西脇と申します。本日は司会進行を務めさせていただきます、えっと。本日はよろしくお願いします。また、こちらのセッションで登壇させていただくメンバーが、えっと、他に3名おりますので、えっと、ここで1人ずつ自己紹介をお願いできればと思います。そしたら山下さんからいただいてもよいですか。はい。えっ、ー、と、開発サンセンター。 開発一室というところでサーバーサイドもエンジニアをしています。山下と申します。よろしくお願いします。そしたら、お次に長峰さんからいいですかはい、えっと、聞こえますかね大丈夫ですかね はい、えっとデータラボーズのえっと DSE センターデータラボーズのえっと DS 四チームでえっと働いております長見です。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしたら最後に毛島さんの方から自己紹介いただいてよろしいでしょうか。はい聞こえますでしょうか。 はいえっと、ライングロステクノロジーの、えっと、GT の UIT チームでフロントエン,エンドエンジニアをしています、ケシマといいます。本日はよろしくお兄さん、よろしくお願いします。ではい、なので、えっと、今回この回は僕含めてこの4名で、えっと、進めさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、で今セッションでは、Zoom のウェビナーの QA 機能を使って質問も随時受け付けています。 ズームの Q&A のボタンを押し投稿してくださいで。匿名での質問を希望の場合はチェックボックスにチェックをしてからの投稿をお願いします。 で本セッションではおそらく、えっと、質問いくつかいただいたとしてもちょっと時間も限られていることもあって全部に触れることがおそらく難しいと思うので、えっと、いいね機能を使って、えっと、視聴者の方で投票してもらって投票数の高いところからあの回答できるところを回答させていただければと思っています。はい、でセッションの合間でも質問を受け,てい受け付けていますのでお気軽に投稿をお願いします。はいで えー、それではセッションの内容を始めさせていただきますと、でここからですね私を含めた登壇者が1人ずつ20代のキャリアを語り、えー、キャリアを選択する上で大切にしていたことっていうのを話していこうと思っています。で発表の合間にも皆さんの質問、拾っていけたら拾っていくので、ぜひ質問ないかかけてみてください、はいで。それでは山下さんからよろししくお願いします、はい、よろしくお願いします。 えっと、じゃあまず僕からキャリアの、まあ、今までどういうキャリアを歩んできたかっていうのをちょっとご紹介させていただこうかと思います、えー、まずなんか僕の今の仕事なんですけど、えっとまあ、さっきも言った通りサーバーサイドの開発をしていてで、まあ、扱っているサービスは最近だと LINE チケットだったり LINE ミュージックっていったところのバックエンドをやっていますで、まあ、今までどういう仕事をしてき たかっていうところで、えっと、まず僕のキャリアの始まりは普通に文、えっと、系の大学を卒業して23歳から始まっていて、えっとまあ、最初は日本のよくある SIR で、まあ、金融とかまあ保険のシステムの開発をしていましたで僕の場合は割と多分転職を始めるのがそんなに早くなくて なんか4、5年ぐらい仕事をしてから去年の3月ですね。LINE のサーバーエンジニアに転職して、で、それ以降は、まあ、いくつかサービスを経験していて、まあ、最初は LINELIVE っていう、まあ、動画配信系のサービスをやっていたんですけど、そこから、まあ、LINE チケットだったり、LINE、はい、ミュージックをやってみたりっていった、まあ、仕事をしてきました。で、 まあ僕が転職をするときに特に大事にしていたポイントっていうのをいくつかご紹介するんですけどまず1個目とまあ書いてある通りなんですけどなんか転職先にまあいわゆる強いエンジニアがいるといいなっていう思いがあってまあこれ何でかっていうとまああの僕が巻いた会社というか企業文化というか カルチャー的には割となんかこう惰性でコーディングしていたりとか、まあ、割と仕事と割り切って、まあ、プログラム作ってる人が多かったんですけど、まあ、僕の理想的にはなんかいわゆるなんかウェブ系企業にありがちなこう生き生きとこうコーディングを楽しんでるみたいな人たちが周りにいてその中で自分も仕事したいなっていうのが1個ありました。で もう1個大事にしていたポイントで、まあ、大規模トラフィックのあるサービスを開発したいなっていうのが一個ありました。っていうのは、まあ、あの金融系とか保険系のシステムって基本的になんかずっと昔からあるシステムを扱っていてでまああのなんかパフォーマンスのいる処理とかも結構なんかマシンパワーに頼りがちであんまり大規模トラフィック もうなんか秒間何十とか何百とか何千とかいうリクエストが来るシステムをまあその自分たちの設計とかいろいろ工夫して取り組む余地がなかったっていうのがあって、まあ、なんかそういうインフラとか、まあ、知見とかが溜まってるところで仕事をしたいなっていうのが1個ありましたはいでまあそういう意味だと、まあ、LINE っていう会社はこうあの 強いエンジニアもたくさんいて、でまあ、トラフィックも、まあ、サービスにもいろいろ種類があって、まちまちですけど、まあ、基本的には2 c 向けで大規模なトラフィックを扱っているっていうのがとても魅力的でした。で、今後なんですけど、まあ、僕一応サーバーエンジニアとして今仕事をしているんですけど、まあ、別にあの自分の認識として自分はサーバーエンジニアとしてやっていくんだって決めつけてるわけではなくて、 もうあのエンジニアの領域にもいろいろあるので、まあ例えばフロントエンドもそうなんですけど、またセキュリティ分野とか、まあ、それこそインフラ分野とか、まあそういったところにこれからいろいろチャレンジできていけたらなと思っています。はい、僕からはそんなところになります。ありがとうございます。ここに対して何か質問とかありましたらぜひ投げていただけたらと思います。 えー、そうですね。パネリストの方からも、あのまあ、質問が来るまで、えっと、いろいろいくつか質問して、いろいろ話を掘り下げていければいいのかなと思っています。はい。じゃあ、まず僕から質問で、えっと、金融系システムも、えっと、なんとなく大規模なものっていうのは存在するのかなと思ってたんですけど、LINE のそのサーバーエンジニアリングにおけるトラフィックと金融システムのトラフィックって、 あのどういう性質の違いがあるのかなというところは、少し気になりました、はいえっとまあ、本当におっしゃる通りで、えっと、まあ一口に金融システムとか保険システムっていっても、いろいろあるんですけど、あのまあ、これらが別に大規模なトランザクションを扱って,る扱ってないというわけではなくて、ただあの、どういう処理をしているかというと、基本的にはなんかバッジ処理が多いんですよね。 なんか基本的にはああいうシステムってこうすごいスペックの高いメインフレームのマシンでデイリーでバッジを回してたくさんの処理をまあ一気に処理するみたいな感じの構成をとっていてでそこで僕たちができることって基本的になんかデータをシャーリングしてもうなんか並列で回すとか。 基本的になんかそういうすでにあるめちゃくちゃ大規模なインフラ上で動いているのであんまりアプリケーションでどうこうできる余地がないっていうのが一個辛いところでそれに比べて最近のサービスとかって基本的にはあのウェブトラフィックが一番多いのかなと思っていてそれこそなんかラインドライブみたいなサービスだと まあ、えっと、基本的にウェブベースでたくさんトラフィックが来る。まあ、なんか秒間1000とか1万とか普通に来るサービスなので、まあそういう意味で言うと、サーバーエンジニアとしては、まあ、あのスケールする設計をいろいろ考えることができる。とか、まああるいはなんか、他にも、あのー、カフカみたいな旧システムを使って、まあ処理を別に回すしたりっていうような工夫もできるっていう部分が、 まあ割とそのトラフィックの性質として違いはあるかなと思っています。そうなんですね。僕自身、独立あと金融システムに変わったことないのですごい面白いお話でした。で、ここで、えっと、2つ質問をいただいていて、できれば答えていきたいなと思っています、えっと。強いエンジニアがいるかどうかはどのように判断されていたのでしょうか。基本的には技術ブログや SNS での 発信を探す形でしょうか？ここは確かに気になるポイントですね。どのように探されていたんでしょう。なんか強いエンジニアって定量行かれるとすごい。あの若干困る部分ではあるんですけど、まあそうっすね。1番あの分かりやすいのはブログとかで特にあのなんか line とかだと line エンジニアブログとか運営していてそこで。 あの結構あの技術的にマニアックな話とかも書いていたりするのでなんかこの人の話気になるなとか思ったら、まあ、その人の読者のこととか調べてみるといいのかなと思ったりします、うん、確かにエンジニアリングブログは割と結構技術的に深いところまで書かれているものもあるので参考になりそうですね、えっと、あといっ お答えして次のの方に進めればいいいかなと思います、えっと、確かにこれ大規模トラフィックのあるサービスを開発できることっていうのを大事なポイントにされているのでまあ LINELIVE が最初にアサインされたっていうのはとてもなんかラッキーなあのポイントに対して軸にすごい当てはまってるなって見えるんですけどこれ質問であるのが山下さんは最初 LINELIVE を志望されて選考を受けたのですか確かにこれはちょっと気になるなと思ったどうなんですかね えっとまあ、ちょっとこの辺、今の採用の形がどうなっているかっていうのは、ちょっと僕はあんまり分かってないんですけど、僕の時はえっは、と、基本的になんか LINE ファミリーサービスっていう枠内で、サーバーエンジニアの応集枠に応募してで、実際にどのサービスに携わるかっていうかは、なんか採用を進めていく上で、まあ、あのどのサービスをやってみたいかっていう選択肢がまあいくつか提示されて、 で僕の場合はその時に LINE ライブが一番気になったので、LINE ライブがいいですって言った結果、まあ、LINE ライブになりましたっていう話です。なので、まあ、なんかその辺は割とあの採用の時に考慮してもらえるのかなという気がしてますとてもいい話ですね、採用の。<laughs> はい、そしたらお時間もあるので、次の方に行かせていただければと思います。次が、桂島さんの方から、まず、えっと、紹介の方お願いします。LINE、はいえっと、グロステクノロジーの UIT チームの桂島といいます、はい。僕のキャリアは、もこは高線を出てから最初1社目の会社で、えっと、生配信の方のサービスのフロントエンドエンジニアとして、キャリアをスタートさせています。 で、そこから今、えっと今年の2月にですね、えっと、LINE グロステクノロジーの方に転職いたしまして、今はドラインポイントクラブっていう、まあ、ポイントを貯めるサービスの方の開発に充実しているような形となります。で、僕はまだそうですね、まだそのジュニアというか、まだそのシニアというような、言われるような、まだステップにないので、これからはまあどんどんいろんな経験とかを貯めて、まあ、いわゆるシニアフロントエンジニアと呼われるような、まあ、ロールになっていければいいのかなっていうところは、今のところは考えている。 ポイントですでと自分のキャリアの中で、まあ、2社しかないですけど大事にしてきたポイントとしては自分で何かいろいろ判断とか提案ができるような環境っていうところを結構重視しててなので、まあ、自宅中心ではなくて、まあ、自社で何かをやってる自社で何かを運営しているようなところで、まあ、仕事ができたらなっていうところが1点とあとはと価値を提供できる人が近いっていうところも重視してまして。 これが例えば、ユーザーさんに直接何かを届けるものであったりだとか、あと例えば社内サービスを作るっていうような話であれば、ユーザーは会社の中の人なのですぐ近くにいるよねっていうところで、いろんなフィードバックとかがすぐ受けられたりとか、あとはなんか褒めてもらったりとかして、モチベーションにつながるような、そんなところを大事にしてきたポイントとしています。 はいありがとうございます。先ほどの方がサーバーサイドで今回は UI というちょっとドメインがまた変わりましたが、あのーまあ、先ほど発表された山下さん、また長嶺さんからも何か聞いてみたいこととか、あのー、このトピックで実は面白い話できるよねとかあったらぜひお話しできればと思うんですが。どうですかねじゃあ僕から1点いいでしょうか、はい、はい。えっと まあ大事にしていたポイントのところで価値を提供できる人が近いことっていうのがあったと思うんですけどこれ結構大事だなって僕も思っていてで特になんかそのあたりであの実際にその価,値の定価値を提供する相手が近いってどういうことっていう部分なんか具体的な事例とかあるいはなんかこう転職して 実際にそういうことができているのかどうかみたいなところをちょっとお聞きしたいです。はい、えっとそうです、ね、まず1個目の,その価値の提供が近いことについての経験談みたいなことで言うと、以前にあの UI のなんかてう改善みたいなところをやったことがありまして、それを結構デザイナーさんと、まあ、なんか結構いろんな頻繁にやり取りして詰めて、すごい練りに練ったものを出したことがあったんですけど、そういうときにストアのアプリを出したので、 その時のストアのレビューでまあよ,くよくなったよねとかあとツイッターとかで結構僕探すのが好きなのでツイッターの反応とか見て使いにくくなったねとかこういうとこもっとこうしてほしいなみたいなところとかを見るとなんか足りなかったんだなってなんか反省する点とかももちろんありますしなんかここはちゃんとなんかねい通りうまくなんか採用してくれたなっていうところとかを思うとまあ結構こういうのが楽しいなっていう風に感じる感じ,感じますねで やりたいことを実際にやらせてくれている、今の会社がやらせてくれているかっていうところでいくと、僕、今の会社には、その、その、まあ、2つの価値を提供できる人が近いことであるということで、今社内サービスをやっているっていうところが、まあ、グローステクノロジーの中心になるのかなとは思うんですけど、実際に僕がアサインされている仕事は、まあ、そういうのではなくて、まあ、実際に LINE の本体のポイントクラブという別のサービスに。 開発,者開発者として入るというところなので、まあ、厳密に言うとちょっと違うかなというポイントではあるんですけど、でもそれでもやっぱりもう2つの軸にある、まあ、自分で判断ができる環境であったりとか、まあ、も,もちろん価値を提供できる人が、まあ、2C という意味では近いので、まあ、それも良かったかなと思っています。ありがとうございます。ほか、何か。 トピックになりそうなところとかこととかありませんかど,どうしましょうか、はい、僕もちょっと聞き起きしようかなと思っていたんですが、QA の方にも来ていてどうしましょうかそうですね、QA の方で今、社内で活躍している人はどんな経歴やマインドの方が多いですか そうですねこれをちょっとトピックで話をしてみましょうかね。多分え l i n e ングロステクノロジー株式会社と実際に今回、LINE、えー、株式会社って、あ多分2つの会社から今出てると思うんですけど、そこでまたちょっとあの性質が違うのかなとも思うので、一旦、金島さんが見える範囲で何だろう、社内で活躍している人ってどんな経歴やマインドの方が多いのかなっていうのをちょっとお聞きしてみたいなと思いました。そうですねライングロステクノロジー 株式会社で行くと結構いろんな会社から中東の方がいっぱい集まってきて何かやってるっていうようなイメージが多いので本当にいろんなキャリアの人がいるので、まあ、なんか本当になんか知らなかったことを聞けたりとか、まあ、あの社内の勉強会とかもちろんやっててそういうところでも結構なんかこういうことがありましたよとか,なんか結構刺激になるようなことが多いなっていうふうに感じましたうんうん、うん、ここに関して長峰さん山下さん なんかいや俺はこう思うみたいな何 <laughs> か意見があったらぜひ聞いてみたいなって思うんですけどどうですかあじゃあ僕の考えでよければなんですけど、えっと、LINE の会社って結構あの転職されてきてる方って結構たくさんいると思っていてでまあ経歴っていう意味で言うと本当になんかいろいろ あると思ってて、まあ、普通にあの僕みたいに SI から来てる人もいれば、まあ、あの本当にスタートアップからこういろんなところを転々として来て来られてる方っていうのもいて、まあ、なんか一概にこうとは言えないかなという気はしていますで、まあ、なんかマインドで言うとあの僕のあこの、ね、僕の場合ではなんですけどあのやっぱり UX を大事にしてる人が多いかなっていうのが一番の印象でこうまあ なんだろうなエンジニアで新しくこうサービスをやっていくとか、まあ、なんか機能を提供していくとかっていうときに、やっぱりなんか一番こう影響力を持って、プロジェクトの進行に貢献している人って、やっぱりなんかまず第一に、それって、そのユーザーにとって本当に必要なのとか、そういう目線でいろいろ詰めていく人が多いかなっていうのが、僕の印象ですね。はい ありと今サーバーサイドエンジニアの方から UX っていうキーワードが出たのは僕はちょっと驚きでで僕もちょっとそこにちょっと加えて話をするとおそらく、まあ、今のちょっと出てき サーバーサイドエンジニアの方から UX または本当にユーザー体験を意識した上で必要なのっていう話が出たように割と結構ドメインでなんか責任範囲っていうのを区切ってプランニングの責務はここですよねサーバーサイドは開発をしますよねみたいな責任の分解点みたいなとこをみちみちに何か,なんか整理をしてから進めるっていうよりはちゃんと全員がユーザーの方を見て何やるべきだっけっていうふうに結構ドメインを意識なんだら責任範囲を意識するっていうのよりは 割とみんなで一つの責任をなんか達成していくみたいなマインドの方が割とよく活躍されるのかなというふうに僕は思いました。はい、ありがとうございます。面白い話でした。ということで、これも、えーはい、回答済みということで、はい、ではお時間もあるので、えー、次に進,進ませていただければと思います。長峰さん、よろしくお願いします。 はい。えー、ありがとうございます。えっと、そうですね。えー、じゃあ、自分の方から、えっと、どうしようかな。 えー、先ほども自己紹介したんですけれども、えー、LINE 株式会社の、えー、DSE センターのデータラボで、えー、とデータサイエンス4チームに、えー、所属しております長峰です。でえーとまあ、ポジションとしては、えーと、いわゆるデータサイエンティストとして、えー、今お仕事をいただいています。でえーとまあ、現在の仕事というところは、まあ、そこまた書いてあるとおりにはあるんですけれども、えー、LINE オフィシャルアカウントという、まあ、LINE の中でも、えー、と個人のユーザー様の アカウントではなくって、まあ、企業様のアカウントですね、をえーまあ、あの企業のアカウントの、えー、領域、関連領域の分析と、まあえっと、またそちらの領域に関してはこう、まあ、少し ML に関連するようなプロダクトやプロジェクトも走っていて、まあ、そちらの開発であったりとか、まあ、その、えー、ML チームはまた別にありますので、そちらの方との ML エンジニアの方と一緒にこうプロジェクトを進めているというのが今の仕事になっています。 で、えっ、ー、と、まあ、キャリア、自分の方はキャリアとしては、えー、とまた、ああちょっとこうアンダー30で、えー、と30代を見据えてというと、まだ若干キャリアは短めではあるんですが <laughs>、あのー、新卒でえっと24歳の時にですね、えっと、金融系シンクタンクに入ったから、えっと、ちょうど今まで大体えっと3年ほど働いてきて、現在に至るという感じです。一番最初、24歳前はですね、えっと、自分は、え、っと えー、大学院、えー、修士の方の、えー、と研究室の方で、えー、と研究をしておりました。えー、と分野としては、えー、情報工学、あるいは情報系ですね、えー、の分野の、えー、と研究をしておりまして、そちらで修士号をいただいた後に、えー、といわゆる、えーまあ、証券系ですねの、金融系のシンクタンクの方の、えーとまあ、研究員と、まあ、一応研究員と言ってますけど、まあ、総合職ですね、えー、として、えー、と一応、えー まあ、新卒のキャリアを始めまして、で、えっと、2年弱、1年10ヶ月ほどですかね、えー、そちらの方で、えっと、働かせていただいた後に、えっと、まあ、去年というか、今年ですかね、今年の2月から、えっと、今の、えっと、LINE 株式会社の、えっと、まあ、今のポジションですね、えっと、データサイエンティストとして、えっと、仕事をさせていただいていると。 いう感じになっておでまあ今後ということなんですけれどもまあまだ1年ちょうど経っていないぐらいでまあまだまだこれからじゃどうするというよりはしばらくはまあ実際にそのデータサイエンティストとしてお仕事をもらいながらまあただえっとあまりこうロールモデルがいっぱいあるような感じの職業でもないのでえっとまあいろいろこうまあその後どうするかっていうことに関してはまあ視野を広くえっとまあキャリアを積んでいきつつまあどういうことが自分の今後につながっていく のかな？ということをえー、まあ、考えつつ、えー、っと進めていくというのが今後かなと思っています。で、えー、っとですね。まあ、大事にしていたポイントということなんですが、まあ、1つはえー、っと。まあ自分で手を動かすことができるポジションであることということで。 ま,あ一貫あのまだまだあの、まあ、自分もあのデータサイエンティストとして働いて1年経ってないですし、まあ、社会人としても3年目とかになるので、ま,あ、まだまだ手を動かすとこ,えことをやっぱり、えー、と離れてしまうと、まあ、できることほとんどないのまま、えー、か例えば意思決定だったりとかってそういうところに関わってくるのもどうかなというか、まあ、それができないとちょっと困るかなと思う部分もあるので、あくまでもやっぱり、まあえー、とまだ手をちゃんとしっかり動かして自分で、えー、とコードを書いて、えー、こということができるような場所、そういうポジションを、えーと 一つは探ししてていいいるととうのが大事にしていたことですでもう1つはこちら、まあ、収益を上げる、あるいは売上を意識するって書いていて、まあ、実際上げるのはあの、まあ、ポジションの問題もあるので、まあ、直接は難しいんですけれども、ただまあその逆に遠いので、えっと、実際に自分で物を作っているわけでもないので、えっと、しっかりと、えー、それ自分がやった行動であったり、まあ、自分が出したレポートであったり、インサイトであったりというものが、まあ、どこにどうつながってくるのか。 っていうのをこうしっかり意識することっていうことを、えーとまあ、大事にしているという、あるいはそれを意識しできる場所っていうのを、えー、意識できる仕事っていうのをこう大事にしているというのが、えーとまあ、大事にしているポイントになるんですかね。はい。と以上ですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここに関しても質問を、結構ジェネラルな質問をいくつかいただいていますが。 一旦パネリストの他の方から、中峰さんの今の,あのお話であ、僕もこう思ってました。あれ、ここどうなってるんですかみたいな話があれば、またちょっとお話できればよいのかなと思いますが、いかがでしょう、ケイシマさん、山下さん、はいじ。じゃあ僕の方から行っていいですかあ,あ、どうぞ,どうぞ。なかなかあのエンジニアとして収益を上げるとか、売り上げを意識するってところって、なかなか結構なんか珍しいというか、 なんかイメージとしては営業の方、企画の方がなんか、まあ、こういうことやって売り上げ上げていくぞみたいなことが結構多いかなと思ってて、結構なんかそうですね、山下さんの周りみたいなところで言うと、こうエンジニアの方でなんか収益をこう意識してるぞみたいな方とかって多かったりするんですかすいません、山下さんの方ですかあ山下さんじゃないです。礼しません。大丈, <laughs> <laughs> 大丈夫です。<laughs> はい。 <laughs> えっと、そうですね、えっと、僕の方の周りのところでいくとっていうところですけど、ちょっとエンジニアの方たちっていうところで、えー、区切るというよりは、まあ、どうしても自分そのデータサイエンティストとして仕事をしている中なので、なかなかこう関わる人は様々いらっしゃるので、えっとまあ、その人たちに関してざくっとお話をしますと。まああの やっぱり結構チームだったり、職種によってえっと違いはあると思います。で、おっしゃるように営業の方であったりとか、まあ、あのもっと企画の方であったりとか、そういう方たちっていうのは、もちろのすごい意識されてるなと思うことはありますし、実際にこう、特にユーザーに近くなればなるほど、しょっとプロダクトに関われば関わるほど多いのかなと思う部分はあります。で、一方で、えっと、まあ、その先ほども言ったんですけれども、あの自分の、あるいはデータサイエンティスト自体が、プロダクトを直接作ることだけが、必ずしも、その、 自分の職種でないというか、まあ彼氏もそうでないことの、そういうそうでない仕事も結構多かったりもするので、も、え、の、っと、を作れば、あとは誰かがあのお金に変えてくれるというわけでもないというのはこう非常に感じていて、なので、えっとまあ、そういうことをこう結構念頭に置いて一緒に仕事をしているだろうなと思う同僚の方なんかは、まあ、やっぱりあの結構意識あの、そういうところにこう意識をがあるのかなということを思うことはありません。なのでこう 自分の身の回りは比較的そういうお金に意識がいっているあるいはあの売上ってものを意識してる人が多いように思います。ありがとうございます。なかなか僕も収益を意識できてないところがあるので頑張ろうかなって思いました。 このそうだな、今3つ質問いただいてますが、ジェネラルな話はなんとなく Q&A のセッションでできれば良いのかなと思うので山下のさい山下い、山下さんの方からもなんかさっきちょっとあここ掘ってみたいですって話があったのかなと思うんですけど、どうですかはい、えーと、じゃあ僕の方から1点質問で、えーとまあえーと、大事にしていたポイントであった まあ収益を上げたり売り上げを意識することっていうところ結構あの面白いなと思っていてえっとまああの前職があの金融系シンクタンクのリサーチャーということだったのでま転職されてから結構あの働き方というか,なんか目的意識の部分で結構違いがあるのかなという気がしているんですけど転職してから 実際その収益とか売り上げに対する意識ってどういうふうに変わったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。はい、えっと、そうですね。まああのまあ、転職を挟んでその、まあ、前後で、まあ、おっしゃるように、えっと、前職はまた全然違う系統の仕事をしていたんですが、ただまあ割とその、割、えっと収益に対する意識というのは、まあ、結構似通っている部分もあるのかなと思います。っていうのは、えっとまあ、は一つ まあどあの前職の金融系シンクタンクも、まあ、言ってしまえば実際に自分で、えっと、物を売るようなあるいは金融商品を売るような仕事ではなく。 どちらかというとまバックオフィスに近いえ職業でしたと。なので、自分でこう商品を実際にお客さんに売るというよりは、どちらかというと、こう,こういう商品を作ると,えっときっとまあ営業の方が売ってくれるんじゃないかとか、営業の方が売るときにこの情報は役に立つんじゃないかみたいな整理をしていたというところで、結構まあ似通っている部分はあるのかなと思います。でえっとまあこれは変わってないという話なんですかね。ただ、そういう意味でいくと、転職前後でこう変わったこととして、 はえっとまあ、前職はそのままこうやっぱりあの直接お金に携わるような、あるいはその、まあ、お金を非常に意識する機会の多い仕事だったので、無、ま、論、ああ、じゃどうやって。 儲けるかそあのかどの会社が儲けているのかというのと、自分の会社がどうやって儲けるのかはかなり、まあ、あの似たような疑問ではあるので、まあ、そういうのを取り扱っていたのに対して、まあ、今は、えっと、やっぱりまあ意識しないと,、えっと、自分のやっていることがどう儲うかっていくのかということが分からないというのと、まあ、一方でこう、正確にしんあの自分の前職でシンクタンクで働いていた部分もあるので、あの多分一般的な、えっとやはり他のキャリアをえらあの歩んでこられた方に比べると、多分お金に対する解像度は比較的、まあ、低くないのかなと。 ということをこう思ったときに、まあ、せっかくなのでそういうのをちゃんと意識して、えっ、ー、とちゃんと改造高くまあものみたいなというのはこう新しく意識するようになったところかなとは思います。はい、こんなところですかね。ありがとうございます。なんか僕もサーバーエンジニアなので、あのどっちかっていうと結構コストを意識することが多くて、あの割とあのなんか全然使ってないサーバー とか稼働率の低いサーバーがあったりすると、これ本当に必要なのみたいなのを時々聞かれたりするので、はい、面白い話でした。ありがとうございます。そしたら最後に質問が、えー、2つ来ていて、1つ目はとてもすぐ答えられそうな話なので、ちょっと2ついっちゃいましょうかね。えっと、永峰さん宛てて、データサイエンティストの割合はエンジニア内で大体どれくらいいるのでしょうかこれが簡単,だ簡単に答えられそうっていう方の質問です。 えっと、ごめんなさい、むしろこうエンジニアないというのがこうどう。<laughs> 聞けるか分からないのであの、パッとデータサイエンティストの人数の話をしてしまいますと、<laughs> あの大体今、た分チームで20人から30はいないですね、20数人いるというのが、まあ、データサイエンティストになっています。で、えっと、LINE の場合は、えっと、データサイエンティストというのは横断組織ですので、えっと、事業に所属して、事業部に所属しているのではなくって、えっと、会社全体で、まあ、いろんなプロダクトをそれぞれこう呼ばれて見に行っているとでこの。こういう方たちと、まあ、自分の同僚の方たちは別に、まあ、データアナリストという方たちを 各事業部に所属していて、まあデいあ、データを見ている方たちという意味でいくと、えっとまあ、あのサイエンティストとアナリストを、えー、それぞれいて、まあ、大体アナリストの方もまああの事業部によっていたりいなかったり、あるいは一、いえー、人、二人いらっしゃるという感じの、えー、と目算になりますので、まあ、ちょっと数字がパッと出てこないので申し訳ないんですが、まあ、それぐらいの希望感だと思っていただければいいのかなと思,います思ったより難しそうな話でした。<laughs> すいません。 えっと、どうしようかな。そしたら、最後、えー。いや、これも聞いちゃいましょう。えっと、データサイエンティストの方の稼働はどのような形で収益に結びつくのでしょうか。アカウント分析をコンサルタントの一部にしているなど、結構難しい質問なのかなと思ったんですけど、この質問に対してはどうですか はいえっと、そうですね、えっと、一番分、えっと、かりやすいというか、まあ、むしろその収益に結びつくところはどこかなと言いますと、えっとまあ <laughs> ちょっと、あの、ぼや、ちょっと若干、あの、それとに答えづらい部分でもあるので、ぼやっとした話をしますと、まあ、例えばどえ、どれぐらいの価格に商品をしたらいいのかっていうのは、まあ、アカウントじゃなくて、例えば広告の話ですと、すごい分かりやすいのかなと思います。で、広告を、あのこうインターネット広告って、まあ、基本的にはオークションで売っていただいてるかと思うんですが、まあ、そういう時にえっに、と、その価格の決定をどうやってやるといいのか、あるいはその価格のロジックを変えた時に、どっちの方が、えっとまあ、売り上げよく出てるのかみたいなことを、こうやるときには、かなりあのデータサイエンティストが実際に入 入って、まあ、エビテストをして、えー、と結果を確認してということを非常にこう繰り返しているので、まあ、収益という意味ではやっぱり一番そこが分かりやすいかなとは思います。はい、ありがとうございます。そしたら次の方がはい。で次が僕です、はいえっと。はい。では私の紹介をさせていただきたいと思います。で私は今えっと LINE の IT サービスセンターのベルダ室っていうところで LINE の、えっとまあ、基本的にはプライベートクラウドのサービスのプラットフォーム開発に従事をしています。で、僕のキャリアのお話をすると、えっと、僕はもともと情報工学専攻ではなくて通信工学っていうどちらかというと電気寄りの、えっと、専攻をしていました。で、ただ、あまりちょっと 自分のやっている勉強がどうやって世の中に役に立つのかっていうとこのイマジネーションがあんまりわからなくて、プログラミングっていうところに興味を持って、で、そこであの友達、友人と、えっと、まあ、ビジコンとか、えー、いろいろなコンテストとか出たりして、学生起業をしたっていうのが、まあ、これをキャリアの始まりと言っていいのかわからないですが、えっと、キャリアの始まりです。でただ、まあ、 いろいろうまくいかなくて、やっぱり就職をしましょうっていうことを考えたときに、えーまあ、21歳の時きにまあ就職をしました。で、ここで通信会社を選んでるんですが、えっと、このとなんで通信会社を選んでるかって話をすると、えっとまあ、割と情報工学専門でもない自分が、えっと、割とサクッと Web、えっと、アプリケーションがかけて、まあ、実際にある程度ちゃんとユーザーに使ってもらえる状態にいけたっていうところの。 そのいわゆる AWS とかパブリッククラウドの成熟さっていうのに僕はとても感銘を受けていてで、まあ、将来的にもうちょっとビジネスサイドの、えっと、人がもっと簡単にシステムを作れるようになるんじゃないかなってなった時に、えー、じゃあ僕はどういうところに関わりたいかって話をした時にそういうなんだろうな開発をよりしやすくするような世界観っていうところを作れるような。 自分人間になろうと思って通信会社を選んでます。で、それで通信会社のインフラの研究開発に従事して、で、その後、やっぱりもっといろいろな人を巻き込んでいきたいなというところで、えっと、海外支社の方に、えっと、えっと、移動をさせていただいて、で、アプリケーションの開発をした後に、えっと、LINE c o p に入社をして、LINE c o p で今、クラウドサービスの開発をしています。で、最初の1年、ちょっと、 はえっと、エンジニアとして現場の開発を実施していましたが、えっと、その後、ですね、えっとまあ、マネージャーとして、えっと、今は、えっと、LINE クラウドサービスのプラットフォーム開発、主に Kubernetes や OpenStack というところの、えー、運用開発に従事をしています。 で今後っていうところに関しては、えっと、割とどういう関わり方をするかっていうところは僕の中であんまり強い思いはないんですけど、ソフトウェアの運用開発の改善に関する業務っていうところに、えー、携わっていきたいなというふうに思っています。はい。で、大事にしていたポイントとしては、 はい、割と、これはえっと一番最初のキャリアからなんですけど、自身が関わる成果物の影響力を最大化したいという思いがあって、まあ、そういう背景があって、やっぱりグローバルにえっと人を巻き込んで、巻き込める環境であることっていうところと、まあ、会社のための仕組み作りやプラットフォーム作りっていう形で、というところに僕自分が関わっていきたいなと思っていますで。あともう一つポイントとしてあるのが、あんまり 自分が何をするかっていうところは大事にしていなくて、どちらかというと、その結果何を実現するかっていうところに重きを置いてキャリア選択をしています。あまりマネージャーになりたがらないっていうところがやっぱり、あの、ま、LINE でも多分世の中的に結構あるのかなとは思ってるんですけど、僕自身は割と実現したいことっていうところに重きを置いているので、まあ、その結果マネージャーという関わり方でもエンジニアという関わり方でもいいかなと思っています。 という感じで紹介は以上に通させてください。はい。何かあのパネリストの方から何かありますでしょうかいいですかはい。大丈夫ですかはい。<laughs> じゃあ、えっと、ちょっとまあ、あの質問も来てるながら、あの僕の方から先に <laughs> 質問させていただきます。えっと、 えー、西脇さんがですね、あのまあ、大事にしていたポイントとして、えーと、自身が関わる成果物の影響力の最大化ということをこうおっしゃっていて、えーとまあ、今回、まあ、LINE 入られて26のときに、あのまあ、エンジニアとして実際にこう手を動かすポジションからマネージャーという、まあ、ある意味、その、まあ えーまあ、ともあればこう雑務も増えてしまうようなポジションにどうしたのされたのかなと思うんですが、えー、と実際に、えー、その時おそらく、えー、西脇さんの判断として、えー、成果物の影響力を最大化する,ことがするために貫の、えーとまあ、選択としてマネージャーに,やらになられたと、まあ、当時はおそらくそうなんだと思っていてでその上で実際にどうでしたか。はい えっとですね、そうだな、そうだな、やっぱりそのとのあの部署の状態っていうところを見ても、やっぱりマネージャーが不足していて回,らあの回すのが結構大変だなっていうところが見えていたので、そこに対して自分がどれくらいちゃんと貢献できたかっていうのは、一旦置いとくとして、一旦そういう状況を解決する、でその上で、えー、っとより自分たちの部署をより強くしていくっていうような考えを持っていたので、僕自身は割とその選択は。 特にんだろうな、そんなに、えっと、抵抗はなかったですと。で、実際になってみてどうでしたかっていう話をすると、やっぱりやりたいところを、やりたいことを定義する話と、 それを人を巻き込んで実現をする話っていうのはやっぱりちょっと別のスキルなんだなと思っているのでやっぱり日々難しさっていうところは感じているので、まあ、メンバーの方にもいろいろご迷惑をかけながらにはなってはいますが、まあ、割と楽しく人数も増えて、えっと、ちゃんと成果物っていうのが出せる状態っていうところにどんどん近づいているのかなと思いますはいでえー、っと実は時間がかなり迫っているので、えー、このまんま一旦僕そうだな 僕のところに1つ質問いただいているので、それだけ答えて、ジェネラルなキーワードを上に行こうかなと思います。で、僕の方にグローバルな環境とのことですが、具体的にグローバルだと感じる場面はどんな場面ですかはい、これに関しては、私たちの部署はですね、えっと、基本的に、えっと、 何割ぐらいだろうな、4割5割は外国籍の方で、えっと、一旦僕のマネジメント範囲だけに限ると、8割方、えっと海外国籍でイングリッシュスピーカーの方のみになるので、割と業務の日々毎日グローバルな環境、グローバルな、なんだろうな、グローバルさを感じることはありますね。はい あとはそういう方々と一緒に話をしていて、はい、バックグラウンドとか聞くとやっぱり国によってまたはいろいろな開発スタイルの違いとか考え方の違いっていうのはよく感じさせるのでそういう言語だけではない考え方的な部分でもグローバルなことを感じたりしますね。はい、ではいで はいそしたら次のところに行かせてもらえればと思います。で、はい最後 Q&A です。で、ここからは時間が許す限りというか、あと2、2 3分しかないですが、えー、っと、はい。1個だけじゃあちょっと答えさせてください。おそらくこれ、えー、山下いや,いや ちょっと誰が答えるか分からないんで、一旦質問を読みますね。はい。えっと、フロントエンド、サーバーサイドが明確に分かれているような印象を受けますが、双方をやるようなキャリアはあるのでしょうかこれ、いかがでしょう山下さん、または桂島さんになるのかなとは思ってますが。じゃあ、一旦僕の、僕の考えている範囲で答えると、えっと、まあ、少なくとも僕の観測範囲だと、 サーバーサイドとフロントエンドを両方がっつりやってる人っていうのは今のところ見たことはないですね。ただ、なんかこのあたりは募集の時のポジション次第だとは思うので、まあ、この辺ひょっとしたらあのそういうポジションもあるのかもしれないですね。ただなんか大体あの大規模なサービスになってくると、あのうちの会社の場合は UIT チームとあとまあサーバーサイドだったらサーバーサイドエンジニア、 という、まあ、分け方で開発をしているのが多いような気はしています。ありがとうございます。というところで、他の質問も答えたいところですが、お時間になってきたので、これでちょっと今日はクロージングさせていただければと思います。でですね、はい、よいしょ、よいしょ、ちょっと待って。はい、で、このセッションを聞いてですね、えっと、LINE のテクニカルなキャリアに興味を。 持っていただけたらですねまあ、ぜひいずれかの方法で LINE との接点っていうところを持っていただきたいなと思っていますで応募したいポジションが決まっている方は直接採用ページよりご応募いただければと思いますとまたどのサービス部門が自分がマッチするのかわからないよっていう方にはですねオープンポジションにご応募していただければと思います で最後に、えっとまあ、応募以前にですね、もうちょっとどういう雰囲気か、実際に現場の人間とカジュアルにお話をしたいという方には、ですねカジュアルインタビューという形で、えっと、機会を設けてますので、まあ、そちらにご応募いただければあの、実際の現場で働いている社員とあの時間を取って、えー、こういう時どうしてるんですか、こういうことやってるんですか、どういうチャレンジしてるんですかという話はお聞きできるかと思います。はい、でこの QR コードから、えっとそのえー、申し込みページに飛べるので、ぜひ、 えっとまあ、ちょっと長い時間出せないんですが、あの今、お時間あるとき、今、できる限りこの QR コードを取って、リンクをメモしてもらえればと思います。おそらく Google で検索をしても出てくるとは思うので、えっと、もしミスっちゃった、し忘れちゃったってなっても、後で検索していただければと思います。はい、という形で、ちょっと最後、駆け足になってしまいましたが、おっとと、はい、このセッションを以上とさせていただければと思います。 はい。本日はありがとうございました。で、次のセッションは、えっと、3時30分から、えっと、スタートします。で、このまま引き続き、テックアットラインを、えっと、ご視聴いただければと思います。はい。よろしくお願いします。